ハロウィン終わった後の渋谷のゴミだけで仮装できるんじゃないか説。はい、どうも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 、はい、どうも、どうも、モチです。はい、現在11月1日の朝でございます。はい、渋谷です。でもね、まだね、いますよ、頭のおかしい人たちがいっぱい越されてますから、今の時間にいるやつらは。そうですね、昨日の夜来て、終電を逃して今いるやつらはもう本当に厳選されたドキュンです。本当に、まあ、それは一旦いいとして、はい、渋谷のね、ハロウィンって毎年治安が悪くて有名なんですけど、一つね、ゴミがすごく多いという問題がありまして、はい、まあ、YouTuber よくね、その好感度を上げるためにゴミ拾いに来るんですけど、まあ、それだけちょっと面白くないということで、はい、今回はゴミを拾いながら仮装をしていこうと。ハロウィン感も楽しみですね。そうそうそう。多分ね、安い仮装とか500円ぐらいの仮装してるやつは邪魔だから脱ぎ捨てていくと思うんですよ、渋谷に。それを拾って仮装しちゃおうと。というわけでね、今回はいつも通りミレニアムと新世紀に分かれまして、各々30分でゴミ拾いつつ仮装していこうと思います。はい、はい、というわけで今回はハロウィン終わった後の渋谷のゴミだけで仮装できるんじゃないか説です。やっていきましょう。はい、じゃあね、早速こっからまあ大体30分なんで、今時間がね6時半ということで、まあ大体7時過ぎぐらいまでゴミ拾ってください。じゃあ、はい、行きましょう。よし、行くか。あっち行こう。あっち行く。よし。まあでもあんまここ人来ないんすよ、実際渋谷。まあ僕渋谷行ったんすけど、あんまこっちに仮装して行ってる人のイメージはないね。まあでもあんまり掃除されてない感があるんで、ちょっとそこにかけていきましょう。でもこっちね、結構ね、綺麗なんだよね。お、まず最初のゴミは取れないですね、これ。くっついてる。記念すべき最初のゴミは何でしたか？ガムのゴミっすね。いや、マジでね、急がないと取られちゃうから。ちょっとサバイバル味あるからね。そうよ、もう今この渋谷の中で一番ゴミ欲しいの俺らだから。ボランティアやってるやつは別にゴミ欲しくてやってるわけじゃないから。いや、そうよ、あいつらは好感度が欲しい。好感度、俺らはゴミが欲しい。ゴミと好感度が欲しい。そうなんだ。ゴミありましたね、お、ね、プロ、こういうところにね、隠してるんですよ。そのまんま包み紙が置いてありますね。怪しいなぁ。何ですか？ゼロじゃないですか？あのね、路上喫煙はダメですか？いいですか？路上喫煙してるやつはね、トイレでおしっことかうんちができないってことなんですよ。僕が飼ってるウサギと同じです。いやぁ、綺麗ですね。全然ゴミが落ちてません。もう大部分は拾われている可能性が高い。だってね、ゴミがもうね、結構まとめられてるんだよね、あちこっちで。まとめられちゃってるんだよね、もうね。あのね、渋谷綺麗なんだ。渋谷は綺麗だな。マジでね、本当に。あ、え、ゴミ？え、え、これ、これゴミ。おい、おい、なんてこった。これは、でも人だ、人だな。大丈夫か、この人。だって、手があるの、手があるの。だ、大丈夫。でもいいね、肖像権に引っかからない。おぉ、怖く、お前すごいな。行きましょう。ダメだ、あるじゃん。おぉおぉおぉ、そう、久しぶりね。久しぶりだね。久しぶり。俺さ、多分だけどさ、喋ったことないんだよ。そうなの、うん、いやでも、いないっすね、動画回してる人。ですね、あんまいないっすね。この辺怖いっすよ。だから見てください、これもう集まっちゃってるんですよ。すんごい量のゴミが。あ、だって着ぐるみとかあるじゃん。いや、もう綺麗、もう渋谷奈々ちゃん綺麗だ。いやー、最も恐れてたパターンなんだよな。あれですよ、街としてはね、いいことなんですよ。このね、渋谷っていう街をね、街にね、ゴミがないってことはね、いいことなんですよ。じゃあ一回ハチ公前行きますか。一回ハチ公前ですか。あと10分でなんとかしないと。じゃあハチ公前に行きましょう。そうですね。怪盗キットの帽子もらうってこと。怪盗キットの帽子。6時51分あと10分ぐらい。マジ短すぎん。でもハチ公前でゲットするしかないんだけど、ハチ公前がクラブになってんだ。もうなんかドゥンドゥン行ってるもん。それか今仮装してる人から身ぐるみハグとか。ほらほら、身が全然ない。ほら、綺麗。はい、ということで、はい、30分終わりましたけれども、はい、結果としては見てもらった通りでございます。そうですね。い
ゃしょうもねえ。まあでも平和ということで、まあ今回あくまでも説の検証なので、この結果もよしということでね。そうですね、はい、嬉しいですけど ね本当に仮装できなかったっていうのは本当にね、もうどうしようもないですよ。みんなちゃんと持ち帰ってましたから。はい、はい、というわけで今回の動画、ハロウィン後の渋谷に落ちているゴミだけで仮装できるんじゃないか説、結果は不立証ということでございました、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。まあいいか。これは何番？いや、これ仮装で大丈夫なのかな。だってここ置いてんだもん。綺麗じゃん、綺麗。大丈夫、汚くない。マナーのなってないやつが捨てただけです。いいね、いい収穫だ。まあ喜べよお前、収穫だぞ。